い、こんにちは。こんにちは。また会ってしまいましたね。またですね。また会ってしまいましたね、ルシファーさん。またですね。ルシファー様、こんな大事な時にどうもありがとうございます。あ、どうも。なんといってもね、今ルシファー様は国家試験の直前。はい。はい。あと何日ですか。あと何日ですか。8ぐらいですか。8ですか。8か、1週間今日です。おい、ちなみに今年の国家試験は何月何日からですか。2月6日と7日です。2月6日と7日、もうやばいですね。はい。どうですか、今年は。正直まだよくわからないんですが今日もこれを持ちながら。あ、はい。ウタフテコムが最後に出すあれですか。そうですね、送られてくるやつですか。今日来たばっかです。おお、もうこれだけ見とけと。あ、はい。 あとまあメディフォーもやってるんですけど。なるほどなるほど。今回国家試験は何回目になりますか。3回目です。なるほど。1回はあの受けられなかったそうでしたねやっぱメンタル面のね、安定っていうのはすごい大事ですもんね。あ、はい、はい。今年はどうですか。とりあえず受けれそうですか。受けられます。なるほど。賞賛は、正直まだ五分五分だと思います。あのまだに五分五分なんですね。ちょっとやってるんですけど、なんかやっぱり今年なんかどうも強いらしいし、あの受験生がどうやろうこう今流れ星のように落ちていくと、たまに強い学年と当たってしまうわけですね。多分コロナの影響だと思います。あ、実習がないから。はい、あの動画見る時間がいっぱいあるらしくて、どうやらルシファー様はだってね、コロナが流行っていようがいまいができないですもんね。まあ、そうなんですけどねそこ否定しないですね。否定してもしょうがないので、向き合うしかないでしょう、それに関しては。なるほど。今の勉強の、まあ、時間とか、そういうの教えてもらってもいいですか。昨日は人生で初めて15時間まで勉強しました。なるほど。昨日がこの長い人生の中で一番勉強した日だったんですね。まあ時間的にはツイッターとかやってるようなんですけど、実はあれ実は横で聞いてるんです。あれ実はあの動画を見ながらツイートしてしたりとか。あの森永先生にツイッターは平日はやめなさいとなんか言われてたみたいな。あ、はい、そうです。はい、守れたんです。途中まで守ってたんですけど、なんかいや、もうツイートしていいよって言われて、なんか諦められちゃったので16時間勉強して、あとは他の日は平均的にはどれぐらいやってるんですか。だから最近は10時間近くやってるんですよ。おお、まだ足りないから、もっとやらないとか。ちなみに得意な分野と苦手な分野。以前は神経得意だと思ったんですけど、なんかテコも4になるとなんか逆に落ちてしちゃったりとか、なんかよく安定しないというか。おお。ちなみに今推しの成績はどれくらいなんですか。かなり悪いですよね必修は8割超えてるんですけど、パンディングが偏差にかなり悪くて泣けてきます。あれまずじゃあ、まあ必修じゃとりあえずなさそうかなと、はい、思うわけですね。QB ボルならやってたら、かなりよく8割安定して取れるようになって。お、素晴らしいですね。はい。けどパンリンは、パンリンが偏差値悪くてどれぐらいなんですか。38とかです。なんか某模試では偏差値90を出した男が、はい、38で甘んじてていいんですか。いや、まずいんですよそれがなんで4割しかないのか偏差値についに割合を当てはめるという、もうわけのわからないことですね。はい、そうです。もう意味不明な100までないのに、100がじゃあマックスではないのに4割と言ってしまうぐらいメンプレをしているわけですね。はい、なるほど。38って多分ちょうどギリギリか、まあ多分受かるかなみたいな感じのラインですよね。そうなんですよ。体温よりちょっと高ければ受かるって言われてて。体温よりちょっと、なるほど。37、まあ 6.5 ぐらいがボーダー。そうですね。ですね。はい、まあ正規分布に従えば、あ、はい、そこに 10% 以下が入りますからね。まあ今年はなんか人数増えるらしいんですが、あのパーセントがなんか 92.5% ぐらいになるって言われてるんですけど、まあはっきりはしない情報ですから。体温よりちょっと高ければっていうのはなかなかいい指標ですね。あ、はい、このコロナ禍においても非常に分かりやすい指標で、はい、とりあえず今のところ1週間前の現状は一周はいけそう、パンリンがやばそうみたいな感じですかね。はい、受からないわけじゃないんでしょうけど、やっぱ昔から見たら全然悪いし、それ、まあ、実際問題として受かるか、まあ、微妙なところですし。まあ、ルシファー様の場合、こっからね、本番において爆伸びするということはあんま考えにくいですもんね。まあそうなんです。性格的に、どっちかというとなぜかしぼんでいくみたいな。あ、はい。
だからこの体温高めのぐらいになんとかこう滑り込めるかみたいな。あ、はい、あと8日間、はい、頑張るしかないですね、はい、ここに来て今までで一番勉強時間伸びてるのでもっと早くからやれよというツッコミはね、まあ神には差し置いてですね、はい、はい、もうあと8日ですからね、はい、腐っても頑張るしかないですね、はい、そうですね、はい、こんな国家試験直前のルシファー様を呼び出して動画を撮ってみました、はい、さて次はルシファー様を私前医師免許を持ったものが試してみようと思います。あー、ちょっとまずいな、それ今日来たばっかなんですよ。今日来たものですけど、別に内容はもう古くからある内容ですからね。まあそうなんです、はい。じゃあ次の一本でルシファーさんに国家試験の質問をしてみようと思います。ルシファー様大丈夫かな。バイバーイ。